オレンジキャラメルは2010年に結成した韓国の女性アイドルグループアフタースクールのサブユニットである。アフタースクールレッド、アフタースクールブルーと並び、アフタースクールグローバルユニットと称される。プレディスエンターテインメント所属。アフタースクールのメンバーであるレーナ、ナナ、リジの3人で構成される。アフタースクールが持つパワフルでセクシーなイメージとは、 対照的にトラッドな女性アイドルが持つ突き抜けた明るさ、キュートさ、コミカルさをイメージとしている。中華圏ではオレンジキャラメルの直訳である大大師、小刀ーーと表記される。2010年6月7日に7、9日にレーナのスチールを公開し、その後理事を公開した。同14日のティーザー写真では彼女たちのそれまでのセクシー路線のイメージとは 打って変わったピンクの衣装のジャケットカバーが公開され、話題となった。同17日にファーストミニアルバム、魔法少女をリリース、翌18日のミュージックバンクでデビュー曲として、魔法少女を披露。緑色のドレスと独特の振り付けで、ファンに衝撃を与えた。魔法少女は、韓国のガオンチャートのデジタルシングル部門で18位、アルバム部門で2位を記録した。 また、キュートなコンセプトにより、小学生の間で人気を博した。また、台湾のゴールド台風車とレーベル契約を結び、台湾での発売を行っている。同年11月10日と11日にかけて、第2弾となる作品のティーザー写真を公開した。同18日、セカンドミニアルバム、アリングをリリース。ガオンチャートのアルバム部門で10位。 デジタルシングル部門で5位を記録した。2011年3月30日、新たな活動テーマである、ワンアジアプロジェクトとして、タイのバンコクを舞台とした、バンコクシティをリリース。シングル部門で、これまでの最高位の、第3位を記録した。これまでの、ほのぼのとした楽曲イメージとは、打って変わり、打ち込み色が強くエッジの効いたハードなサウンドで、ファンの間で物議を加した。 なおこの曲のミュージックビデオでは、アフタースクールのジョンアが、DJ 役として出演している。同年10月13日、ワンアジアプロジェクトの第2弾として、中国の上海を舞台とした、上海ロマンスオリー・リース。ガオンチャートでは、シングル部門で8位、韓国ビルボードでは7位を記録している。音楽番組に登場した、サイのコスチュームも様々で、 チャイナドレスの他にも、ブルースリー風の衣装やキョンシー風の衣装を披露した。なお、上海ロマンスの日本語バージョンは、アフタースクールの日本版のファーストアルバム、プレイガールズのボーナストラックとしても収録されている。2012年9月5日、日本版、ファーストシングルを、エーベックストラックスからリリースし、日本でも正式に活動開始。キャンディーズの 優しい悪魔カバー曲と魔法少女日本語バージョンをカップリング。9月12日、韓国でファーストフルアルバムリップスティックをリリースし、タイトル曲リップスティックで活動。12月12日、日本版セカンドシングルとしてリップスティック日本語バージョンをリリース。両 A 面としてアニメうるせえやつらのラムのラブソング。 カバー曲をカップリング。なお CD オンリー版には日本語バージョンを作ってほしい楽曲投票で第1位になったミルクシェイクジャパンバージョンを収録している。2013年3月13日未発表のオリジナル曲や松田聖子の天使のウィンクのカバー等を収録した日本版ファーストフルアルバムオレンジキャラメルをリリース。アインなどの機質オリジナル曲については 若干のリミックスが加えられ、音のダイナミクスが多少強調されたものになっている。3月12日、サードシングル、カタレーナをリリース。パキスタンのパンジャブ族の民謡、ジュッチメリを着用した、インド風のディスコナンバーで、幼稚で、気難しいが不思議な魅力で人々を虜にする、キャラクターカタレーナの物語を描いた。カタレーナのステージ衣装は、 ミュージックビデオでは寿司をコンセプトにしており、音楽番組ではステージに立つたびに、寿司、キャンディビビンバ、お餅、ピザ、カップケーキなど、毎回違う、食べ物モチーフの衣装を披露した。なおミュージックビデオで、メンバーたちが、ビニールパックの中に入ってうごめいているシーンが、人命形詞として、KBS から放送不適格と判定。プレディスエンターテインメントは、 問題になったシーンを編集して、最新技を申し込んだ。5月20日、デジタルシングル、アビンアビンを公開。これは、世界的なアイスクリームパーラーチェーンのバスキン、ロビンスとのコラボレーションによって誕生した楽曲で、夏の暑さを吹き飛ばす、かき氷の妖精に扮した。ちなみに、アビンとは、アイスクリーム、ピンスの略語である。 6月12日、ラッパーサんー・トレーナのデュエット曲、真夏の夜の蜂蜜をリリース。リリース後3週目にして、ガオンチャートのデジタル総合ランキングで、週間1位を獲得し、6週目にして、ストリーミングチャートで、週間1位を獲得。放送活動を終了しても、音楽番組や、音楽配信サイトの上位権を維持するなど、下半期のロングヒット曲の一つとなった。 8月18日、フォースシングル、マイ・コピー・キャットをリリース。メインテーマである、オキャを探せ。は、絵本、ウォーリーを探せ。の権利者である、ドリームワークス社との正式なコラボレーションで実現した。また、ウォーリーを探せ。の探し絵や間違い探しなどの要素を、アルバムカバーとミュージックビデオに盛り込み、オレンジキャラメルならではのユニークさで、楽しさを与えた。 10月8日、レーナがソロとして、ファーストデジタルシングル、リセットをリリース。タイトル曲は、トロイのカントとのデュエット曲。11月13日、サンイートレーナのデュエット曲、真夏の夜の蜂蜜が、第6回メロンミュージックアワーズで、ラップ、ヒップホップ賞を受賞。12月21日、サンイートレーナ、オレンジキャラメルが、 SBS 歌謡大祭典に出演し、それぞれ、真夏の夜の蜂蜜と、カタレナを披露。同26日、サンイートレーナが、KBS 歌謡大祝祭に出演。サンイートレーナ、真夏の夜の蜂蜜が、ガオンチャート2014の、年間デジタル総売上4位、年間音源ダウンロード総売上5位、年間音源ストリーミング総売上4位を記録。1月23日、 理事がソロとしてファーストデジタルシングルをリリース。トロットジャンルでアイドルとして初めて演歌歌手としてソロデビューした。フィーチャリングにはコメディアンのチョンヒョンドンが参加。2月13日、理事がコメディアンのパク・ミョンスとデュエットを結成し、デジタルシングルグッバイ・ PMS をリリース。PMS はパク・ミョンスの頭文字。2月20日、 番組、ヒョンドニとデジュニのヒット製造機にないで結成した4人、組ユニットがデジタルシングルをリリース。これは勇敢なイタントラがプロデュースした第2弾アイドルユニット。4月24日、レーナが SK テレコムドラマの OST をリリース。7月、レーナがサランのローダ役で初めてミュージカルに出演。 8月18日、音楽プロデューサー集団ダブルキックエンターテインメント所属のプロデューサーであるジャコップ、ウォンウの、レデーの共同プロジェクト、XXX コラボレーションの楽曲に、レーナがボーカルとして参加。10月19日、理事が、KBS に TV ドラマ、物付けに5号の OST をリリース。11月24日、レーナがソロとして、セカンド。 デジタルシングル、おリリース。初めて作詞作曲に参加した。ミュージックビデオは制作されていない。6月17日、ラッパーさんニー、e、とレイナが2度目のデュエット曲、おリリース。11月16日、ナナが2016アジアアーチストアワーズで俳優部門新人賞を受賞。TVN ドラマ、グッドワイフで法律事務所の調査員、キムダニ役を務め。 好評を得た。6月5日、レーナが MBC ドラマ OST のおリリース。7月31日、レーナがソロシングルアルバムをリリース。11月20日、ナナがプレディスエンターテインメントと再契約を締結。4月30日、理事がプレディスエンターテインメントとの契約満了により、事務所とアフタースクールを卒業。 8月25日26日、レーナとバンスのコラボレーションコンサート、バンスライナコンサートビトウィーンを経営、アートホールにて開催。8月27日、レーナがソロとして、サード、デジタルシングル、をリリース。12月27日、レーナが、プレディスエンターテインメントとの契約満了により、事務所とアフタースクールを卒業。メンバーが7だけとなり、 事実上解散。フルアルバムミニアルバムシングルデジタルシングル、OST コラボレーション、その他ソロミュージックビデオフルアルバムシングル。ありがとうございます。